どうも TQQ です。今回は大変恐縮ですがアドバイス動画パート2ということで例と5とのお悩みを解決したいと思います。今回の主人公はミキさん、例とは1800で悩みがダメ銀とか銅が多くてもっとダメージを出したいとか、あとは火力を出すポジション取りのコツが知りたいとか、そういうところになっております。あとメインがマクリーということで自分と一緒なんで、まあ自分ができるだけ考えてることをこの動画に残していければなと思います。あと負けた試合や接戦の動画を提供していただいているので、コメント等は動画提供者さんに配慮ぜひよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。マップはヌンバニで防衛スタートマクリーです。こっちの構成がオリーサハムやね。オリーサの盾の裏から撃っていく感じだとは思うんですが、相手これヌンバニやったらダイブが多いんで、ダイブをどうさばいていくかみたいなところが重要になってくるんじゃないかと思います。ほんで冒頭にあったダメージをもっと出したいというお悩みは、エイムといいポジションを取ることが結構重要じゃないかなと考えているので、この動画は火力を出すためのポジションを解説していきたいなと思います。今のハモンドのところいい感じでさばいていきましたね。ほんでこっから火力を出していくんですが、味方の穴に相手のメイちゃんが襲いかかってるから下に降りて穴を助け出すといい判断だと思います。ほんでこっから相手ウィドウいんのか、ウィドウはちょっと気をつけながらダメージ与えていきたいですね。ほんでハモンド来たんですけど、ハモンドもやれたと。でこっからウェーブ終わったんで、右上か左上の方に移動したいところではあるんですが、こっからどう動くんかな。上に行きますね。右上めちゃめちゃええと思います。左側は半蔵が見てるんで、こっちの上はマクリーで見ようと。そっちの方が軽く出ると思うんですよね。ヒットスキャンで挟み込むような感じ。左上にウィドウを追って、そうディーバとハモンドがおそらく飛んでくるんで、危ないなこれ、死にそうな感じなんですが、対岸にいるアナに回復してもらって、相手がこっからビート入ってきてハモンドががっつり来ると。ここあれやねんな、ボール状態でフラバン当てたらファニングの方がいいと思うんすよね。ボール状態の時はヘッドショット判定ないんで、ファニングしてローリングしてまたファニングしたら600ぐらい火力が出ると思うんで、まあそんな感じで火力出してもいいんちゃうかなとちょっと思いました。でこっから相手のウィドウ左上にいるんですが、ここも右上めちゃめちゃ刺さってたんで、ずっと右上におってもええんちゃうかなと思います。味方の半蔵が左上にいるので、右上にポジション取りして車線をクロスする感じなんかな。拠点を守るっていうよりも、そもそも入らせない動きを取り入れるとなおいいのかなと思いました。ヌンバニの拠点は結構車線が通ってるんで、被弾がどうしても多くなりがちなんですよね。なんで高台の方で安全な場所からペシペシやってる方が被弾も少なくておすすめです。でここはちょっと厳しそうかな。味方が入れたらリトライできそうやけど、体力9やもんな。ちょっと弾で死んじゃいましたね。はい、ほんで拠点取られてペイロードですね。ペイロード動き出してるんで、とりあえずリグループして当たりたいんですが、相手のメイちゃんのウルトでちょっとここは引き時かな。ここで撃っててもダメージ出してもそんなに意味ないんで、まあ一旦リグループしてからダメージ出すことで、まあ意味あるいいダメージが出せるんちゃうかなと思うので、早めに引き切ったい。危ない。ウィンストンが死んじゃったんすけど、ギリギリ生きれてますね。ここに関しても第2チェックポイントギリギリで見下ろせるように高台のポジションを取っておけば、キャリームーブにワンチャンつながるんでおすすめです。あそこの第2チェックポイントのところで3枚4枚味方が取られたら、まあ高台行って第2チェックポイントギリギリで入ってくる味方のタンクとかに火力が合わせれるように、ここのポジションを取っとくといいと思います。先ほどデッドアイも溜まってたので、ギリギリ入れたらデッドアイこっからかますみたいな動きもすることができます。で実際第2チェックポイントギリギリ入れず、なんかしゃーない。めっちゃ惜しかったっすね。ハモンドがワンチャン入れるかなと思ったけど、まあここでデッドアイ構えて、まあ、第2チェックポイント通過と。ほんでこっから相手がコアレッセンスとドロップザビート両方入ってきます。まあここはヒーラードルトを2個使ってくれたのはでかいんじゃないでしょうか。ほんでロードホックがなんか釣ってくれて、メイちゃんがクリオフリーズ、
で相手2枚落ちてるんで、ここは普通に火力下から出してていいと思います。このウェーブは大丈夫そうですね。あとは相手のウィドウメーカーとかが気になるところですよね。高台におんのかな、向こう側の高台にいますね。あそこのポジションはこっから打ってもそんなにメリットがないんで、近づいてきたらフラワンファニングとかでやるか、あとは無理やりやりに行ってもええけど、そこまでメリットないからな。まあやっぱり近づいてきたらやる感じでいいと思います。言うてる間に敵がリグループして当たってきてますね。ハモンドとディーバやからスタンさえ入れればわりかし止まるとは思うねんけどな。相手のメイちゃんのウルトは効いてへんけど、もうすぐデッドアイが溜まってデシデシとね。すごいなこれ、めちゃめちゃ活躍してるという感じで、ギリギリ守れてる状況ですね。まあ下によっていいことは、相手の射線はめっちゃ広がって被弾は多いけど、こっちも射線多いから、まあ、火力は出しやすいとは思うんすよね。ハモンドもこれウルト吐いてきてるけど、スタン入れてしっかりと処理してるし、あとは裏取りもしっかり見てて、まあ、前線の火力も申し分ないと。今のところもう言うことない感じっすかね、第3のところは。ちなみに上で守る場合はここら辺を徘徊していることが多いです。先ほどのハモンドがウルトを使ったシーンを例に出すと、上空でスタンを当てるとパイルドライバーもできなくなるんで、効率よく相手に行動阻害を入れることができます。で試合の方は残り時間30秒、味方のナノブレイドがもうそろそろ溜まるので、ナノブレイドで最後守れたらええなって感じやと思います。で相手のタンクの構成も2盾になってて、このポジションやったらもう縦割りしかすることがないです。なんでファニングいっぱいしていいと思います。早めに縦割っといたら味方のゲンジとかも攻めやすくなると思うので、いやーしっかりナノブレイド決まってますね。第2チェックポイント過ぎたあたりで守れそうかな。これは防衛うまいこと言ってます。ということで攻撃側やっていきましょう。攻撃側も同じくマクリーで、味方の構成もだいぶか、これ下から行くか上から行くか悩むよな。いつも自分も悩んでるんですよね。まあ、相手がだいぶやったら上から行ったら速攻自分が死ぬし、下から行ったら下から行ったで射線そんなないしで、てかこれ味方のウィンストンとハモンドがめちゃめちゃフォーカス受けてくれてすごい火力出てますね。ダイブがめっちゃ刺さってる。相手が下で守ってるっていうのもあってか、相当いい感じにダメージ出してますね。でウィンストンと最後モイラで終わりかな。人数差もめちゃくちゃあるし大丈夫でしょう。ちなみに上から攻めるときはこんな感じになります。味方が下から行ってんのを確認したら上からひょっこり顔を出すイメージです。で上に相手のヒーローがいるかどうか確認して、この試合やったらゼニアッタとモイラがここにおったはずなんですよね。なんでこのゼニアッタを狙っていく感じになると思う。ほんで左側とあと右側に気をつけないとダメなんですが、顔出したら右側から撃たれちゃうんで、ここの右もしっかり見てヒーローがいたらなんか撃っていくみたいな乱戦が始まって、で相手が下に降りていったらこの上から下を覗けば結構いい感じに火力が出るんちゃうかなと。こっからフラバンとかも当たるんで、フラバン投げてビシバシやっていけば相手がずっと下に居続ければ拠点はおのずと取れるんじゃないかなと思います。これが逆に相手ダイブとかじゃなくて二盾とかで上で守られたりすると、上から行っても盾しか撃つものがないので厳しいんですよね、マクリの場合。そういう時は自分は下から行って裏にぐるっと回って階段の方から敵のヒーローをフラバンファニングで1枚やって、なんかもうあとはどうにでもなれみたいな。結構攻撃難しいですよね、ヌンバに。でまあ拠点取れてペイロードなんですが、相手オリホックなってるんでストップフックに気をつけたい。危なかったかもしれへん。ほんでオリーサの盾とメイチャーの盾あるんですけど、こっちマクリーとゼニアッタなんで縦割りスーパー速い構成で速攻割れてますね、相手のオリーサの盾。ほんなら盾割ったら速攻相手のヒーローにダメージ与えていくと、まあかなりキルペースも速いんちゃうかなと。いいですね、後ろの方でハモンドがヘイト取ってくれて、前線ではマークリードゼニアッタでゴリゴリ火力与えていくと、デッドアイこれ気持ちよくなる。いいですね、
ただ自分もよくやってしまうんですけど、デッドアイしてる時はマジで無防備ですぐ死んでしまうんで気をつけてください。ほんまにこうマスターグラマスターぐらいになってくるとデッドアイするだけで死ぬみたいなシーンナンバーワンなんで、そこだけ気をつけていただければと思います。でこっからやね、相手ドゥームフィスト出てきてるから、このドゥーム気をつけたいんよな。後ろのハモンドよく見てる。ほんであとはさっきも言った上からドゥーム気をつけたいところなんですが、メイちゃんのウルトでここは味方のゼニアッタとアナがキルされてるんで、ちょっと厳しめではあります。一回リグループしてから当たりに行きたいですね。相手の構成見てもらったら、ハモンドとホック、ほんでドゥームとメイちゃんっていう、どっから攻めてくるか分かりづらい構成なんですよね。ハモンドがゴロゴロしてるし、ドゥームのスラム気をつけなあかんし、ホックのフックも気をつけなあかんっていう、こういう時に何すればええんかよく分かんない時は、まあヒーローを変えたり、そういう選択もありやと思います。そういうこと、こういう上からのドゥームとか速攻死ぬんで、まあ、マクリーでやるときはもう受けることを諦めて自分も攻めに行くか、まあ、リーパーとかメイちゃんとかそういうヒーローに変更してもいいのかもしれないです。にしてもフラバンが活躍してますね。相手のハモンドに対する反応がめちゃくちゃ早いんで、ハモンドがかなり止まってるんよね。あとモイラなんかここにおるよ。でラインハルトやられてんのか。いやメイちゃんがな、ペイロード周辺のメイちゃんがかなり相手も相手でウルトで跳ね返していきましたね。マクリーすごいいいと思うねんけどな。相手のそうやな、ハモンドがウィンストンになって、ウィンストンとドゥームをどう止めれるかっていうところやと思います。多分相手は上の方にいるんすよね。いますね。ウィンストンかなんかが上にいると思う。ほんで味方がオリーサとハルトで2立て。うー、来た来た来た、ウィンストンとドゥーム飛んできて、メテオストライクで穴が行かれると。穴が落ちてんねんけど、味方の交際で回復力はマックスなんで、このまま攻め入りたい。ノイス、ドゥームフィストとロードホックやってるんで、こっからはまあ勝負やね。後ろのウィンストンまた来てる。ゼニアッタ行かれましたね。で前線では多分相手のメイちゃんが火吹いてるっていうことか。なるほど。まあこうなってきたらマクリーからリーパーに変えて、まあ下のヒーラー守るか、あとは上から行くか、この2択とかになってくると思うねんな。ドゥームフィストに関してはアッパーした時とスラムした時、その後が結構隙が大きいので、そこを狙っていくと割かし早く解けんねんけど、まあ、なかなか難しいよねドゥームフィストをやるっていうのは。まあ、味方もゼニアッタからモイラに変えてくれてるんで、まあ、あんまり事故死とかは少ないような気がすんねんけど。いいよ、ナイススタンでドゥームフィストやってくれた。ほんでロードホックやってくれたんですが、後ろにウィンストンがビリビリしてくる。さっきのところなんですけど、下から行くんやったらリーパーとかに変更して、相手のウィンストンとドゥームフィストをタコ殴りにする構成。まあ味方もモイラとアナで後ろガッチガチなんで、ここでリーパーでガンガン近距離戦を挑んで火力を出していくのもいいと思いました。ほんで上から行くんやったら、こっからリスポーンしてそのまま上に上がって、で上のヒーローをちょっとチラ見するとか、あとはここ間に合えへんかったらこの真下に階段があるんで、階段から登ってきてこの上を取る。で相手のウィンストンとドゥームフィストをフラバンファニングとかでダメージ入れる、そういう戦い方もマクリーを使うんやったらありなんかなと。さっきの場面ではペイロードがだいたいなんかここら辺かな、そうやね、ここら辺で止まってたから、まあこの上からまっすぐ行って相手のヒーラーのところにダメージを与えるのもありですし、まあそもそも上から下に降りてくるヒーローなんで、ウィンストンとドゥームフィストは。で下に降りてきたら自分は逆に上から打ち下ろす形にもできます。でこの裏から行くのがリスキーやなとか思ったら、逆に前の方に戻ってここから打っていったりもできます。でちょっと使わないと思うんすけど、こういう場所から撃っていくのもいい。なんかマクリあんなとこにおるやんみたいな感じで、ウィンストンとドゥームフィスト意外と飛んでけえへんかもしれないですね。
ほんで試合の方をやっていくんですが、マクリーでもし上を取るときはこうやって乱戦が始まるときにはちゃんとポジションについておかないとお散歩まくりになる可能性があるので、味方が当たり出すときにはしっかりとポジションにつくようにしましょう。まあ気持ち早めがええと思うねんけどな。ほんでここはしっかりドゥームに頭も入れてて溶けてますね。まあここはもう下から行くんやったらエイムに物を言わせるしかない。エイムとフラバンとファニングに物を言わせて敵を溶かすしかないんすよね。ポジションどうのこうのっていう話じゃないから。それにしてもエイム綺麗やな。メイちゃんとかドゥンピとかロードホックとかに対してかなり火力与えていってるんで溶けてますね。このドゥンピもかなりロー争奪中なってるけど、多分ルシオで終わりやと思うねんな。味方が気づいてくれてそのままデッドアイでキルと全部持っていきましたね。そのままゴールインで、あーっとメイちゃんが最後入ってきてフリーズもスタンで止めていく。うわめっちゃ仕事してる気する。最後相手ウィンストンとトレーサーギリギリ入ってきてるんですけど、そのままゴールインという形になりました。今回のまとめは火力をより出すためにいいポジショニングを紹介しました。高台には先に敵がいたり逆に敵がこう来たりすることが多いです。自分が死なないことが第一で、味方例えばシグマとかホックアナと一緒に高台に行ったりすると安全やと思います。ポジションに着いたら味方を見て火力を出すタイミングを考えるとなおいいと思います。同時に出すことでより効率的にキルが取れます。はい、ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。